チラーストップガンチャンネルのみっちゃんです。今回はパプア金色クワガタが羽化したのでそれを掘り出したいと思います。なんか前から動画にしてる青いやつですか？そうです。一応うちでは一応主力選手みたいになってる青いパプキンです。え、パプキンってノーマルは何色なの？ノーマルはね、やっぱ金色クワガタっていうだけあって、うん、茶色のゴールドみたいな感じかな。へー、うん、昔はよく見た気がするけど最近一回も会ってないな。会ってない、出会ってない、うん、もう最近この茶色じゃなくてなんだ、青のやつばっかやってるからね。うんうんうん。また緑のやつも見たいな。緑はこの中からも出るけど、あ、間違えた、金色。うん、よくチャップキンなんて書いてあったけどね。うん、そっちの方が本当の金色クワガタって感じかな。うん、まあ青もかっこいいけどノーマル色も久しぶりに見てみたい気はするけど、うん、輸入個体があれだよね。でいっぱい入ってくるようになればいっぱい見れるけどね。あ、そうなんだ、うん、え、まだ輸入できるの？パプキンって。パプキンはできるんじゃないかな、インドネシアだから。へえ。パプア金色クワガタは、うん、あのメインで来るのがあのイリアンジャヤの、イリアンジャヤってのはそのパプアニューギニアのインドネシア領のことを言うさ、うん、イリアンジャヤのワメナってとことアルファックってとこから主に来るんだけど、はい、こっち今やるやつはアルファックってやつで、ちょっと大型化しやすくて顎が長いさ。へえ。そっちのタイプのやつを一応よくブリートしてます。うん、その中のね、一応これは青と一応紫をかけてあるんだけど、うん、一応1と2と分かれてます。一応2系統に分けてあって、うん、青と紫をかけてるんだけど、どっちも青と紫をかけてるんだけど、うん、一応こっちがアルパプのセット1ってやつで、こっちがセット2ってやつです。違う血ってこと？うん、一応同じ血筋だけど、うん、色のいいやつとか悪いやつとかちょっと出てくるから、うん、それでこう掛け合わせでまた色をだんだん固定化してってるさ。なるほどね、うん、まあある程度はね、青のちょっとお腹が紫色みたいなのが出てくるんだけど、うん、その中でもちょっと緑によるやつもいたり、うん、あのすごい濃い青で出たりするので。なるほどね。それを分けてやってってます。わかりました。はい、では掘り出したいと思います。この1が2つあるのでまずこっちからいきます。溶質はまあここにあるので、まあ成長掘るときってよく動画で何回も掘ってると思うんだけど、なるべくこう成虫がいるところの後ろ側を潰して草、うん、深めに掘ってやって、それから開ける、まあ、このブロー容器ってタイプだとここから剥がれてそのまま溶質ごとついてきちゃうことが多いけど、これもやってみます。ちょここにこうこの背中側をちょっと押すと口が開くので、ここへ入れてこれをめくります。やっぱついてくるね。ついてきちゃうのでこのまま出します。こんな感じです。いい色だね。ね、一応青で出ます。ちょっと明るい感じの青だな、これ。もっとダークブルーみたいな感じだけど、いつも、うん、ね、うん、薄い青って感じだね、うん、やっぱお腹はこういう感じだな、紫っぽい。このお腹の色がすごい綺麗なんだよね。すごいね、これね、足とお腹が、うん、え、こいつらが、とかこれ顎もこんな色だっけ？顎もね、ちょっとね、紫っぽくなってきてるよ、結構。え、めっちゃかっこよくね、こいつ顎。焼きが入ったみたいになってる、根元が赤くて、ね、すごいな、これロボットだね、もうね。だけど同じさ、このなんだあれ、ランプリマっていう種類なんだけど、これグループは、うん、パプキンだけはここにカマみたいなのついてて草切れるようになってんだよね。え、他のやつはなってないの？なってない。アウラタとかもそういうの、うん、あ、そうなの。そう、じゃあ本当になんか順応進化なんだね、こいつらは。パプキンだけはその皮までね、草切って、うん、それで汁吸うって言われてるよね。面白い。まあ1匹目こんな感じです。しかもクワガタなのに顎使わないでさ、うん、腕で切り落とすのも俺ねそうだな。で、顎ででも掴んでるんだよね、一応な、これピッてな。そうだね、うん、じゃあこれもう一回セットの1のやつを出してみます。これでも濃いかもよ、色。外から見てもね、かなりね、濃い青になってる。さっきのは明るい感じだったけど、うん、ダーク系の方が出てこないかな。
応さっき言ったように必ずこっち側をちょっと下げます。はい、そしてここちょっと押してやると口が開くので、あ、これパカっていった。なんか白いけど大丈夫なのこれ。これ金糸だね。へえ。今回ねこれねカブトマットで育ててるので、うん、カブトマットって意外と菌糸強いだよね、残ってて。へえ。でも虫にはそんなになんか悪くなさそうだね。そうだね、一応これは大丈夫だと思う。ただ活性が強いみたいな感じで菌の。もともと菌糸が結構残ってる小川で、うん、あの菌糸がだんだん発達したりするさ、うん、だけどクワガタの幼虫は食べれるので。へえ。ただこれがね寒いところに置いといて成虫になってもこうじっとしてるような状態で、うん、菌張られちゃうとやっぱこの肝の中に菌が入ってダメにしちゃったりする。うん。だまあ成虫になって掘り出す分には問題ないと思う。へえ。なんかこれすごい紫に見えるけど。うん、これかなりいい色で出てると思うよ。ちょっと出してみるね。ほら。まあお腹はいつも通り。でもお腹もちょっと黒いね。うん、さっきの違う。うん、色が濃い。このタイプを使いたいんだよね。へえ。うん、かなり深い青になってる。これ青なんだ。うん。へえ。へえ、わかや。すごいね、色が。ほんと色がすごい。これで50ミリいったらいいんだけどな。なあ、サイズは今のところ出せてないね。うん。何回もやってんだけどね。今回も、うん、今回もだから3連勝機からこのでかいのに入れて、うん、いつもこんなちっちゃいのでやってたりするじゃん。うん。けど今回はもうでかい餌足りるようにしてやったんだけど、やっぱそこまでいかない。じゃあ最後これちょっとラインの違う2番のやつ出してみます。あ、これも綿出てんね。本当だね。やっぱカブトマットって強いよね。カブトマットね、菌糸出てたまにキノコ出てくるもん。うん。足の投げ、へえ。なんか毒キノコっぽいやつ出てくる。まあこれもここを下げて、そしてここを押したらここ開けてみます。よっ。うわ、一番青が濃くない？これ腕金だしお腹の色はこれが明るくていいかもね。うん、ちょっと出してみます。お腹すげえ紫だ。これやばいね。うん、こっちの方がいいのかな。足全部紫色だし。これ色やば。腕のなんか先端の部分だけ金色っぽくなってない？うん、爪？爪っていうかさ、腕だよ。かっこよ、腕。色がね、ツートンになってるよね。ね。根元は紫っぽくて、あ、手の方はね、金というよりもね、緑の明るいやつだな。ね。うわ、これやば。これが最高じゃない？うん。ちょっとでも、背中の方はあれじゃない？緑と青がその中間みたいになってない？うん。ああ。まだ浮かしたてで足をぼつかねえわ。いや多分抱きついて転んじゃってんだよ、マットに。こんなちっちゃくてもちょっと怒るんだな。いいね。うん。メスは？メスも一応浮かしたのいますよ。メスはねやっぱ紫を使ってるもんで、前はね結構紫と青が2つに分かれてたんだけど、うん、紫ばっか使ってたらやっぱ、ね、色的にはね紫色が結構多くなってきたかな。メスもお腹の色一緒だけどね。うん。うわ、すごいこの色。まだここは青残ってるね、でもね。やばいね、色。うん、今回はパプア金色クワガタが羽化したので一応掘って紹介しました。はい。まだまだね、色が完全固定はできてないので、はい。まあ、ほとんどこんな感じで出るけどね。うん。けど、まだまだ煮詰めてって、あとはちょっとね、ブリード部屋の方のちょっと20度の方に半分ぐらい今度置いてみようかなと思います。今までね、一応24、5度のとこに置いてやってきたけど、うん、サイズの伸びはいまいちだから、まあ、ちょっと下げたとこも置いてみます。わかりました。まあ一応今回は25度ぐらいでやって、うん、オスメスはだいたい同重化なので、うん、まあ、次回もやっぱオスメスは揃えなきゃいけないので、はい、あのオスのなんとかはそっちのちょっと寒いところでも飼育します。はい、そんな感じでやってみます。それでは、さらば。